あれだけど、ギャルになってる。やっぱこれギャルに見える？ギャルの巻き方になってる。ちょっとね、練習したんですけど、ちょっとここが難しい。立ち上げ前髪が難しくてできなかった。でもさ、そもそも髪の色が明るいから、まあ巻けばギャルになるのでは。次の握手会がギャルコーデがあって、でもコーデがギャルにならなかったから、いや、ギャルなのかあれはみたいな感じだったから、ちょっと髪の毛で頑張ろうって思って練習中。ちょっとでもまだ巻くの下手。すぐ取れちゃうし、もう取れてきた。すぐ取れちゃうんですよね、私巻きが。普段はこんな派手じゃないよ今ちょっとギャルの巻き方をしてるだけだよ。派手な感じも似合う。ありがとう、優しい。リファのロックオイルカラーケープ、この前ゆきたんがリファのロックオイル使って髪の毛巻いてくれた、オンライン話し会の時1日目かな。でもゆきたん、それこれ使っても全然巻けないんだけど、あんたの髪、あなたの髪なんか巻きにくい、なんかすぐ取れるねって。めっちゃ直毛らしい。直毛っていうのかな、跡がつかない髪の毛なんだって。めっちゃ難しいって言ってた。こんばんは。ギャルも聖様似合う、やった、今日はギャルI love you、 ありがとう安藤さん、ありがとう。今日はギャル、こんばん。今日はみんなお仕事なのか、私が休みなだけで世界は平日か。この世は平日であるか。お休みの人もいる。まだ夏休み、長くない？夏休み。ね、長くない？もう9月中盤だよね。長いいな夏休み。2連休久しぶり。いつぶりの2連休だったんだろう。のりたまさんかな。I love you、 ありがとう。ゆたまるさんだった、のりたまさんに見えたゆたまる、ありがとう大学生の夏休み長いね。いいな。たけ、くま、ありがとう。ドボン今何位でしょうか。まだ2位キープできてますかね。昨日とか結構ドボンやってたんですけど、だから結構ファンの方と当たれたかなって感じだった。今日はね、あんまりできてない、お出かけしてたりとかしてたからあんまりできてないんだけど、ありがとうございます。たくさん頑張ってくれてるみんな。髪色ね、明るくなったよね。なんでだろう、色落ちがね、私すぐしちゃうからね、多分色が抜けて明るくなっちゃいました。もうちょっと暗くしたいけど。やっさん、ありがとう。ちち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 、ありがとう。ここもちょっとプリンになってきて、早く染めなきゃいけない。ツアーまでに染めれるかなっていう感じですね。維持するのめっちゃ大変。クリンピーさん、ありがとう。
仕事サボる中、サボってる人がいる。ブリーチしてなくてこんなに入るんです。私明るくなるんです。金髪みたいだよね。髪の毛が柔らかいからなのかな、入りやすいんですよね。ねえ、暗くしようか。でもね、私のファンの方はね、結構明るいの似合ってて好きだよって言ってくれるんですよね。メイクさんとかも明るい方が好きって言ってくれるし、結構メンバーもみんな明るい方が好きって言ってるから、明るいのもありかな。カラコンウィンクじゃないよ。染めたのはね、恋摘んじゃったで。染めた、恋摘んじゃったが制服衣装で、みんな髪黒くてみたいな感じで、なんかその髪黒いからちょっと染めて個性出してみないみたいな感じで提案してもらって、ちょっとだけ染めました。でもカラコンウィンクのジャケシャの時はもうちょっと暗かった、だいぶ。そう、カラコンウィングは前髪を作っただけで、恋摘んじゃったは髪色を明るくしました。でもね、もともと地毛がね茶色かったんですよね。私地毛が茶髪と金髪と緑と赤の毛がいろいろこうやって毛づくろいしたらいろんな色が出てきました前髪のねこの辺がね、もともとちょっと金髪っぽくて、でも探せば赤もあって、緑っぽいねって美容師さんに言われたりとか、いろんな髪が混ざっててちょっと茶髪っぽかった。黒なんだけど、毛づくろいって言わないのかな、わかんない言わないか。え、本当だ、なんかクマが来てたかも。ごめん、気づかなくて。どこだ？あ、闇おじさんだ。え、かわいい、このクマ。ありがとう、闇おじさん。なんか水色だ、みんな好きな水色のクマ。クマタワーありがとう。です、やっと巻きアイロンを手にしました。手に入れて巻けるようになりました。なくしちゃったんだよね、巻きアイロン。ネイルいつも見てる。もうね、伸びちゃったの。ネイル可愛いでしょ、今のネイル。でも伸び伸びです。何ミリで巻いてる。これはこれ昨日届いたんだよ。今は32ですね。もうさ、ほら下手くそ、もう取れてきたし、もう下手くそです。もうダメだ、もう巻き髪の役目を成していない。32ミリだった気がする。髪巻くのは30分ぐらいかかった。なんか全然後つかないんだよね、み本当に。あ、早く後つけたい。てっぺんありがとう。ちち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 ち、皆さん9点の目代わりで頼んだものは全て届きましたか。こうさんありがとう。ちち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 ありがとう。目代わり頼んでる人いる？
全部届いたにも全部届いたんだけど、めっちゃねメガハイボールメガ割りで頼む人いるんだ面白。めちゃくちゃいいものがあるから紹介していい？まずねここにあるんだけどね、ラネージュってわかる？リップなんだけど、これさ17期の子みんな使ってて、えそんなにいいのかなと思って買ってみたらめちゃくちゃ良かった。リップラネージュっていうリップなんだけど、私はねベリーにしました。これめっちゃ良かった、やっぱ使ったらすっごい良かった。クソジジありがとう。ジジ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 、そうの私はこのスティックタイプとあと大きいバームタイプどっちも買って、バームは家で使ってて、これが持ち運びメイクポーチに入れてます。これめちゃくちゃいい、びっくりした。絶対買ってほしいです、みんなにおすすめ。え、男性も絶対使っていいと思うよ。今はつけてない、色付きではないのかな、若干色付くか、若干色付く気がするけど、あのね薬用リップでも私カッサカサだったんですけど、これ使ったらすぐ治った、めちゃくちゃいいです。ハーシマさんありがとうございます。チチ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 ありがとう。ハンドクリーム、リップクリームリップクリームです。めちゃくちゃ潤うしカサカサしないし、美味しい、なんか味ベリーの味がしてめっちゃいい香りだし美味しいです。ソンありがとう。トリデンのリップも良かったの？うん、そうなの、今度買ってみよう。あとはねちょっと一回取りに行ってくる、ちょっと待って。ただいま帰りました。あとねこれダメージセラピーっていうヘアトリートメント、これも買ってみたんだけどめっちゃいい。キラキラしてるの可愛くない？見てわかる？キラキラしてるの、なんかね香りはねスースーする感じで好き嫌いめっちゃ分かれそうなんだけど、でもめっちゃサラサラになる。そうパッケージ可愛いでしょ、これめちゃくちゃ良かった。本当に香りは好き嫌い分かれそうな感じがする。使ってみようかな、光るかな、あちょっと分かんない、ちょっとわかんないです。あ、でもね、これの注意だ。でもね、私は癖になる匂いする。これはダメージセラピー。ダメージセラピーっていうやつと、濡れた髪にドライヤーする前に洗い流さないトリートメントだから。濡れた髪に使うんだけど、スースーした香り、え、これ合ってるかな、私が変なだけ、なんかちょっとスースーした感じがして、髪の毛髪の毛っていうか香りがスースーしてて、でも私はね全然別に嫌いな香りじゃなくて、なんかちょっと癖になる香りがします。可愛いよね見た目、キラキラしてて、これもねおすすめです、ぜひ買ってください。
とはカラコンとマスクとあとアイシャドウも買いました。なんかさコスメなんちゃらみたいなやつやってって言われてたけど結局できないまま流行り終わっちゃったこれを買いました。デイシークのウィバースでめっちゃ質問してどっちがいいかなって言ってたんだけどロマンチックブロッサムって色を買いました。これを使ってでも今日はねちょっとねユーピンクを混ぜてます。ユーピンクの01番も混ぜてメイクしてるんだけどこれもめちゃくちゃブルベって感じの色でした。ブルベナッツって感じの色でめっちゃ透明感爆上がりって感じのメイクになりました。今日はちょっとあれだけど透明感爆上げメイクではないんだけど買った。そう最近はねコスメとかねスキンケアとかにねお金をかけるようにしてました。物欲の秋です私は。あとユーピンクのファンデーションもめっちゃ良かった。ユーピンクって全部いい。私の一番のお気に入りはマスカラなんですよ、ね、あのマスカラはもうユーピンクしか使えない。今日久しぶりに別のやつ使ったんだけどやっぱユーピンクだなってなった。一番使いやすくて綺麗にメイクができます。女の子って大変だ。女の子ってお金かかるよね。楽しいけどお金がかかる。べっぴんさんだった？言った。言った。ね、男の子もメイクしていいんだよ。だって全然私のファンの方とかでメイクしてる男性の方とかいるよ。リリミュー使ってますよ。今今日のリップこれリリミューだし。下地はリリミューのブルーとユーピンクのこの下地混ぜて使ってる。めちゃくちゃ先輩方のコスメを使ってます。ヒゲのメンテナンスも大事大事です。身だしなみ大事です。そうでもやっぱ前髪ない方が見える目が明るく見える気がする。今日前髪ないけどなんかすごい目明るく見えない。罪教えて。でもメイクしたことなくてしてみたいって人は最初はねキャンメイクとかでいいと思う。難しいから。キャンメイクはえ今のどうなんだろう。キャンメイク裏にねアイシャドウの裏に塗り方とか塗る場所とか書いてるんだよね。それ見てみゆはメイクの勉強したかな。そっから徐々に徐々に集めて。神奈川のさツアーが
もうそろそろなんです。来週になりました。みんな何の曲やってほしいですか？10日後、やばいよね10日後って。私本当にやばい。てかみんなちょっとまだね完成できてない。まだ振り入れして自分の身に入ってないから、ちょっとやっとアットジャムも終わってもうツアーに集中できる期間なので、ツアーに集中して頑張ります。明日自主練で一気に振り入れようかなって思ってます。週末のデート確かにワンチャンあるかもね。だって波乗りかき氷やってスイカベイビーやってるからね。ロマンスかくれんぼ絶対ないな。今前座で19期がやってるから。なんでしょうユニットは。今までのミユは全部可愛い系だったよね。仙台から。グッズどうなんだろう。売り切れない気がするけど、さすがに在庫はたくさん残ってるはず。残ってるっていうか、あの注文してるはずだから売り切れはしない気がするけど、わかんない、どうなんだろう。でも怖かったら早めに行くのがいいと思う。ガチャガチャとかは人気そうだよね。あの地域限定キーホルダーガチャとか人気そう。コンサート入れなくてもグッズは買える？現地に行けば買えます。グッズ販売は行くか分かんないな。ヘアチェンジとか写真もそこでしか撮れないから、時間があれば行くね。私のグッズ結構残ってますよ。うちわとか結構残ってる。アクスタドーム、アクスタ？アクリルキーホルダーとかめっちゃ残ってたから悲しかったから、ぜひ皆さんあのゲットしてください。すごい悲しかったです。自分で買うしか、いらないもん自分の顔は。本人把握してる。あのね、大阪だっけ、大阪の時に物販販売に行ったらめっちゃ残ってました。押し売りしてた。すごいなんかね、大阪の時にさあちょっとだけ嫌な思いしちゃったからさ、あんまり物販のあれはいい記憶がないんですよね。でもね、あの泣いてくれた女の子がいて、ずっと会いたくて、でもコンサート外れちゃって、でも会いに来れてって女の子が泣きながら喜んでくれて会えたこと、それがすっごく嬉しかった。可愛かった。泣いてくれるあの子がいました。私にもめっちゃ可愛かった。それだけがめちゃくちゃ。とかでは私のファンじゃなくて別の子応援してるのに、そこにいるメンバー全員のうちは買ってくれたりとか、めちゃくちゃ優しい人ばっかりだった。
おじさんですが泣いてもいいですか。ぜひ泣いてくださいよ。もう泣いちゃって泣いちゃって泣いちゃって。なんかね、握手会やっぱりね、手めっちゃ震えてて、あ緊張してるんだろうなっていう方とかめっちゃ多い気がする。そういうの見ると大丈夫だよってなる大丈夫だよ、結構わかる。あ緊張してそうだなってわかります。毎度緊張大丈夫だよ、いっぱい来てくれたら絶対いつかなれるから。お洋服悩んでるね、さっきねその話してたんですよね、ウィーバースで。湖の前で泣かない、本当にぐるぐる回るのとまとめだし回ってくれる。えでもどっちも嬉しいな、どっちも嬉しいけど、混んでない時って言うんですか、全然並んでない時はあのまとめだしじゃなくてぐるぐる回ってくれたら嬉しいなっていう感じがします。やっぱレーンがに人がいないのすごい寂しいから、ぐるぐるしてほしいなって思います。でも全然長い時間使って話したいことがあったりとかしてたらまとめでも全然大丈夫。朝とかだと結構ねぐるぐる回ってくれる方とか多いです。またマラソンしますか。ぜひよろしくお願いしますよ。お、握手来てくれる。嬉しい。ん？私今日23時半か24時までやるから大丈夫だよ、時間。間違えてる？今23時59じゃないよ。大丈夫だよ。ね、朝苦手な人多い気がする。特にね私のファンの方ね朝苦手な人多い気がするいつもね朝撮ってたのに寝坊したって言って別の部に来る人多いそう、面白い、可愛い。私も朝苦手だから気持ち悪かるし全然怒ってないんですけど苦手、私と同じで似てる人多いなって思います私もね朝本当に苦手だから分かるのよ気持ち。頭回ってなかったりとかね、分かる。なんかお互い頭回ってなくて何の会話してるか分かんない時とかめっちゃ面白いようんってなる、うんうんって会話成立してない時とかあったりもしますね。面白い、そういうのが楽しい。おはようございますって絶対言う。本当に一部から来るね信じてますよ。たけくんありがとう。
クマ間違えたんかい間違えたんかい。安藤さん I love you、 ありがとう。一部は機嫌悪いメンバーいる？そうなの？ちなみに17期の中では朝強い方だと思います。起きるのクソジジイ、ありがとう。ジジジジジジ、え、水色のクマさん増えてる？嘘？本当？2個いる？私には1個しか見えない。誰が一番弱いんだろう。え、わかんないけど、のんちゃんはこのツアーね、のんちゃんと同じ部屋だったんですけど、のんちゃんはすごくね、寝起きが良かったです。愛ちゃんとか起きてまた寝てを繰り返してるイメージあるな。愛ちゃんはすぐ寝て起きない。けど起きるときめっちゃね、パッと起きますね愛ちゃん。この前のファンミの前かな、一緒の部屋だったんですけど、パッと起きて、え、偉いじゃんってなりました。誰だろうね。でもみんなね、基本的に忙しいからさ、みんな起きるの大変なんだろうなって思ってます。握手会、え、私次の握手会一部からだっけ、一部からだっけ。一部からだー。12458、え、あ、56、びっくりした、8部までいるのと思ってびっくりしちゃった。長くないって、12456か、3部が休みなのか、良さそう。456、あ、そういうことか。頑張ろうねみんな、1部から早起き頑張ろうね。ケータリング楽しみ、チュロス、え、前回私が休んじゃった日ってチュロスだったっけ、それともさ、クロフルだったっけ。クロフルだった気がしてきた。もうさ、めっちゃ悔しかったの。もうそれだけ、もう休むか迷った。熱めっちゃあったんですよその時、40度ぐらい出てて、で、前休んだちゃった時、初めて休んだんですけど、握手会とかオンラインの時でも、ケータリングのお菓子がチュロスだみたいな感じだった気がする。どっちだったっけな、クロフルだったっけな。で、めっちゃ悲しかった記憶ある。今回こそは絶対に絶対に休みませんよ。え今なんか小 なんか昔のわかる、昔のさ、白塗りでさ、ここだけのオカメ納豆みたいな唇してたんだけど、びっくりしちゃった、みゆびっくりしちゃった、中心にしか塗らなかったから。どう、ちゃんと塗れたねびっくりしちゃった。私のね、免許証の写真めちゃくちゃオカメ納豆なんですよね。なんかね、白い服で行った方が漏れるって聞いたから、白いニットを着てったら、じゃあ白いニット、白いブラウスを着てったらめっちゃ白飛びして、オカメ納豆みたいなね、免
年免許更新だから言って、忘れてないか、忘れてたら怖いからね、言ってください。見せません、絶対に見せません。え、写真持ち込みできるの、免許証の写真。無知？更新の紙くるよ。本当？講習受けなきゃいけないの？まあペーパーですので受けますわ。マニュアル車運転するミスミン、もう運転できない、マニュアル車はきっと、え、もうストレート、もうエンストしまくりだと思います。今マニュアルを運転したら、意外とでもマニュアルの方が感覚残ってる説あるけど、一速二速とか。ね、でもいつかマニュアル車乗りたいけど、もうね全然ね、マニュアル車ってねないらしいですよ。教習所とか行かないと多分ないんだよね、きっと。全然売ってないらしい。YouTube はオートマです。すごく簡単でした、運転が。お父さんに危なっかしかったよって言われました。見たけど危なっかしくておっかなかったわって。おっかないって北海道弁？おっかないって通じる？通じるか。通じる、あ、よかった。わかないじゃないよ、おっかないで。わかない。え、ハルピアさんのこと舐めてませんよ。舐めてるんじゃなくて、あのね、仲良しだから。ちゃんと尊敬してますよ、ハルピアさんのこと。めちゃくちゃ。ハルピオンさんとのドライブめちゃくちゃ楽しかったです。第1弾がハルピオンさんでよかったなって思いました。またハルピオンさんとドライブしたい。同期は多分乗ってくれません、みんな怖いっていうので。みんな怖いって言ってくる。そんなことないのにね。でも私もみんな乗せるの怖い。だって絶対道案内してくれないもん。道案内っていうかナビはあるけど、絶対みんな、私もみんな乗せたら、乗せるの怖い。なんかやらかしそう。誰がいいかな。でもいっぱい先輩ともいっぱい企画を通して仲良くなりたいし、後輩とかとも仲良くなりたいし、同期だったらね、みんなで行きたいから、やっぱ大きい車乗れるようになって、みんなで遊園地とか行きたいかな。私逆なんだよね。みんな高速怖いって言うけど、私ね高速じゃなくて下道が怖いんですよね。だからもう高速なら任せてほしい。高速なら任せてほしいけど、逆に下道をみんな運転してほしいな。
って高速ってまっすぐですから。ね、でもあそこは怖くてまだ挑戦できないんですよね。なんだって首都高は怖いから運転できない。北海道帰ったらねドライブしたいんですよね。どこは絶対に無理です。ブルーさんありがとう。タコなんか可愛い、このタコよちよちしてた可愛い。下道はとても怖い。どこがおすすめですか、ドライブで行く場所。でもなんかサファリパークってやっぱ一番良かったなって企画的に思って、運転しながらさ動物も見れてっていうところってなかなかないから、やっぱサファリパークめちゃくちゃ最適だったなって思ったんですよね。それ以外ってなるとやっぱりさ、行く道、行くまでの道で撮って、そっから歩いてとかで、また帰りの車とかだけじゃないですか。だからやっぱり富士山絶対怖そう。ゆずきちゃん、あゆずきありがとう。道の駅巡りとかいいよね。北海道の道の駅巡りしたいんですよね。私こいちゃんとねやりたいねって話してた、ずっと前だけど、シェアハウスに住んでた時代。道の駅巡りたいねって。エビナサービスエリア、エビナってどこ？ドライブスルーは免許取ってその日にしました神奈川エビナサービスエリア、ちょっと候補に入れてみよう。めちゃくちゃ遠かったです。ドライブスルーしたらもう会計までがすごい遠かった話しちゃってね、車。え、これどうしたらいい？とかお母さんに聞くからさ、店員さんも中で笑ってんのすごいカオスな状況でのドライブスルーでした。また再チャレンジしたいな。降りなくても大丈夫だったけど遠かった。アイジさんありがとう。あっちの方行ってみたいんだよね、海の方、海の方に行きたい。え、なんかさ、どこ、あれは千葉かな、マリナーみたいなところなんか見たんだけど、すごい綺麗だった。ハワイみたいで、マリナみたいな、なんだったっけね、忘れちゃったんですけど、アクアラインじゃない、マリーナ、なんちゃらマリーナかも、なんだったっけな、読めなかった、読めないマリーナだった、なんでしたっけな、
そう、なんちゃらし、なんちゃらす、なんちゃらこマリーナ、なにこれ、なんて読むんですか、読めないです。寿司マリーナか、多分そう。あれ神奈川、めちゃくちゃ綺麗じゃない、あのヤシの木いっぱい生えてて海で寿司マリーナ行ってみたい。あれ近い、近すぎるかな、ドライブ期間にしても。ヤシの木って感じだ。海ホタルってなんだ。鎌倉行ってみたい。あとあそこも行ってみたいんだよ。でもね、それはねドライブで行ってもって感じなのかな。埼玉の食べ歩きできるところなんだったっけ、全然わかんない。食べ歩きできるところ、もう行きたい。川越だ、川越で浴衣着て食べ歩きしたいんですけど、それドライブ企画じゃなくないって感じ。でも川越まで車で行って降りて浴衣着て食べ歩きしてじゃダメかな。川越電車で行った方が楽、もう企画倒れやんとか。今の駅に海の上通れるとこ、高所恐怖症でも行けるかな、それ大丈夫かな。駐車場微妙、うん、じゃあダメって言われるかも。下道だから大変、苦手な下道だ。あとなんだろうな、行きたいところ、もうちょっと遠くでもいいよね。関東、茨城の、茨城だよね、茨城の方とか、ね、日立海浜公園に行きたい。木です。マホピョンさんにあんなに教えてもらったのに、何回も確認したのに忘れちゃったもん。そう、ネモフィラ見に行きたいけど、もうネモフィラね、季節終わっちゃってるんですよね。茨城は何がある？でも食べ物美味しいイメージあったんだよね。茨城のラーメン美味しかったっけ？何だっけ？アサリとか入ってるラーメンだった気がする。食べたの美味しかった。温泉地に行くのはどうでしょう。温泉地いいね。温泉なら眉がついてきてくれそう。温泉って言ったら眉乗ってくれそうだな。あんなに嫌だ嫌だ言ってるけど、温泉に目がないからな。眉合ってる、この目がないの使い方わかんない、わかんないまま使ったんだけど、あとは X で流れてきて可愛すぎて見に来た。めっちゃ可愛い、ありがとう。あとはね、あれ、静岡に爽やかを食べに行きたい。爽やかを人生で私は一度食べてみたい。あとはもうちょっと涼しくなったら、あの水上アスレチックがあるところとか行ってみたいなって。水上アスレチックだったら誰がついてきてくれそうかな。
4人ぐらいで行くの楽しそうじゃない？それだったら。エリーさんとか行ったら一緒に面白そう。運動神経いいから。熱帯魚大好きなんだよね。熱帯魚いるんだ、いいね。あとはなんだろう、スパジャムジア、スパジアムジャンボ、ジャボン分かんない言えない言えない、スパなんだ、スパジアムジャボンか、そんな温泉あるんだ。私ね、プールに入ったことが小学校以来ないんですよ。しかも小学校もあの流れるプールとかやったことないの。市民プールしかなかったから、流れるプールとか行ってみたい。流れるプール経験してみたいんですよね。あの私は水泳帽をかぶらないと入れないあのプールにしか行ったことがなかったから、流れるプールに入ってみたい。もう夏終わり？え、ダメ？もう終わっちゃうか。終わってしまうか。でも私あれはウォータースライダーは怖くてダメなんですよね。いつも流される人生なのでもう流れなくていいや。そんな悲しいこと言わないでよ。一緒に流れようよ、プールで。ナイトプール、なんかインスタグラムでさ写真いっぱい映えてるよね。可愛いよねナイトプール。まあでも私はあれですよ、そんなプールとか行けないです。なんだって休みの日に外出できないから、今日なんて勇気を振り絞ってやっと外に出ました。休みの日に だからきっとこうやってプールに行きたいとか言っても願望で終わります。でも秋はねディズニーランドに行くの絶対に決めた。ゆきたんを誘っていきたいと思ってる。もうちょっと涼しくなったらかなって、ツアー終わったらかな。シーン行ってみたくて、まだディズニーの1回しか行ったことないから、ランドか、ランドの1回しか行ったことない。シーン行ってみたい。でもハニーハント乗りたくて。ハニーハントってシーンにはない？ハニーハント乗りたいんですよ。ランドしかないんだ。でもソアリンに乗ってみたい。ソアリンみんないいって言うから、ソアリンが気になってます。今一番乗りたい乗り物はソアリンです。 USJ もない。
ソアリンで泣いた、え、怖いのソアリンって、マジ？タワテラも気になるけど、飛行機みたいな感じ。私飛行機のさ、この前のツアーか、台風のあれでさ、めっちゃ揺れたんだけど、すっごい気持ち悪くなっちゃったんだよね。感動泣き？え、そんなこと聞いたらめちゃくちゃ楽しみ。ソアリン絶対、わあ、ソアリン絶対乗りたいんだけど、楽しみです。タワテラ地獄かも。うわー、じゃあタワテラやめとこうかな。あとあれ、あれに乗りたい、名前が出てこない、諦めた。AKB になるまで北海道から出たことほとんどない？ないです。北海道から出たことは中学校の修学旅行で青森とか東北。でも東北って実は札幌に行くより近いから、ほぼ隣と、青森ってね、私の地元からだったら札幌行くより近いんですよ。てか私の函館から青森見えるんですよ、海の向こうに。だからそれぐらい近いから、そう、めちゃくちゃ近かった青森。その中学校の1階と、あとね、多分2歳ぐらいの時にね、お母さんに連れてってもらってるはずなんですよ。記憶はないんですけど、あんまり。だから2回ぐらい、それも東北だったから、出てないわけじゃないんだけど、ほぼ出たことない。関東とか東北から出たことなかったから。私たち北海道民は、旅行という旅行は北海道内を旅行します。私も旅行って言ったら札幌か旭川か小樽でした。AKB 入って何都道府県ぐらい行きましたか？仙台、福岡、大阪、名古屋、千葉、神奈川、埼玉、仙台と宮城、宮城ね、宮城県。あとはそれぐらい。あ、栃木じゃない、茨城、茨城、群馬もある、群馬。あとは静岡、栃木行ったっけ、みゆ。お姉ちゃんめっちゃ笑ってる。山形行った。山形行った SOS で行った。群馬行った。11都道府県行った気がする。11都道府県すごくない？だってさ、3年前までさ、行ったことないかったんだよ、いっぱい。ほぼ北海道みたいな感じだったのに、もう11都道府県も行けました。すごい。あとはね、沖縄行きたい。本当は高校の修学旅行で行くはずだったんだけど、行けなかったから。沖縄行きたい。今一番行きたいのは広島と長崎と沖縄と
うどん食べに香川も行きたいかな。そんな感じです。何を見に行きたいの？え、長崎はあのテーマパークなんだっけ、あの洋風なテーマパーク、ハウステンボス。あとさ、長崎はさ、なんかすごい歴史的なあれがあるよね。軍艦島、それ軍艦島に行きたい。私人生で一回は軍艦島に行きたいんですよね。そんな感じです。入れないけど、あれで見、フェリーみたいなやつで見ることはできるでしょ。バスだっけみたいなやつで見ることできるでしょ。広島はどちらで、原爆とかについて知りたいなって思ってるんですよね。あのこの前映画見て、戦争とかについてもっと詳しく知りたいなって思ったから、広島とか行って勉強したい。広島は普通に、あとはお好み焼き食べたい。意外と私勉強好きなんですよ。歴史とか学ぶの、歴史的建造物見るの好きです。だからいろんなところのお寺とか、だから、あ、京都も行きたいな。京都金閣寺とか見に行きたい。お寺巡りしたい。お寺？お城巡りしたいです。あ、そう、福井も行きたいの。恐竜博物館行きたいんだ。ゆきたんに LINE したんですよね、行きたすぎて。恐竜博物館、私恐竜に興味があるの今。恐竜と戦争について学びたい。恐竜博物館行きたい、いいなと思って。だから出張公演、まあ行けるわけじゃないんだけど、いいな福井って思ってました。あれだよね、なんか上野に恐竜いるんでしょ恐竜の骨あるんでしょ。それもね気になります。え、USJ にジュラシックパークあるの？行きたいな。国立科学博物館いつか行こうかな。でも誰か一緒に恐竜見に行ってくれる人いるかな。え、だってさ、え、恐竜の骨だよ。え？ってならない？トランスニックさんありがとう。チチ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 。え、だって恐竜の骨、未知なんだけど。どういうこと、どうなる、どうなる、どうなる、いっぱい恐竜いるってこと。なんかこうやってでっかくて覆いかぶさってくるみたいな、すごい楽しみ。なんだっけな、ジュラシックパークかな。それこそ授業で見たんですよね。それから気になってる。虫のひょう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 、虫のひょうひょう、ダメダメダメです。え、なんかの旅番組かなんかで見た、あの恐竜がいっぱいいる博物館はどこの国ですか。それナイトミュージアム、あれはどこ、あれは現実じゃない。ジュラシックパークかジュラシックが違うか、ジュラシックか住みそうにやん。行ってみたい。
ね、旅したいっていう気持ちもすごい強いです。海外行きたい。海外行きたいな。ジュラ紀かジュラ紀か、あ、確かにジュラ紀でさ、アメリカが、私あとあそこも行きたいんですよね、あの魔女の宅急便の映画のスイス、スイスじゃないっけ。美月くもありがとう。魔女の宅急便の舞台となったところとか行きたいなって思います。あとさ、私さ、ジブリだとさ、思い出のマーニーが好きなの。でも思い出のマーニーってね、北海道のかね、北海道のどこだったっけながね、なんか舞台なんだけど、行ったことないからそれも行ってみたい。お家のあれは確か北海道だった気がする、舞台が。思い出の、私がジブリで好きなのは思い出のマーニーと魔女の宅急便と小栗小坂、合ってる、小栗小坂だっけ、めっちゃ好きです。何回も見てるのはこの3つ。ジブリパークね、ちょっと気になる。でも北海道でもさ、行ったことないところばっかりなんですよね。私みんなにいろんな場所をおすすめしたりしてるけど、だから北海道も旅したいなって思います。あ、メオカワさん、クマありがとう。クマ、あと鳥取砂丘で砂漠を歩いてみたい。あの、あそこに行って、知床に行って野生のクマとかを見たいなって、人生で一度は思います。トマムに泊まってみたいよね。わかる、めちゃくちゃ高級だよトマム好奇心旺盛ね、でしょ、未知の世界しかないから。可愛い子には旅させて可愛い子には旅させて、声ガサガサになってきましたが、屋久島いいね、見たことある写真で。広島かな、鹿児島、あれれれ、ちょっと間違えた。まあ北海道とね、九州ですから、まあなんせ遠いですから。キツネはよく出ますよ北海道。私もキツネが夜中に鳴いてるのとか何回も聞こえました。家の近くにキツネの巣が多分あって、キツネ鳴くんです夜になると。ちょっとだけね、赤ちゃんの鳴き声みたいな感じなんですよね、キツネ。怖いです、ちょっとだけ。キツネはでも可愛いんですけど、触っちゃダメ。エキノコックスがいるから絶対触っちゃダメだし、餌付けもしちゃダメです。かわいそうだけどね。あと私はキジも見ます。
お家の30秒ぐらい歩いた草むらでキジがいました。桃太郎の世界ですよ。鹿はよく札幌に行く道路の途中とかで出てきます。鹿がピュン。だから気をつけなきゃいけないね、車運転するとき。北海道の道、鹿が出てくる、鹿注意みたいな感じの、鹿飛び出し注意みたいな注意の看板もあります。トトロに会ったことあるって言われても信じる。トトロね、いると思います。内緒。シマエナガはね、見たことないんですよね、私、実は。北海道は G いないですよ。北海道のおすすめグルメは、いっぱいあるけど、でもその地域によるよね。トカチだったら豚丼とか、室蘭だったら焼き鳥、函館だったら塩ラーメン海鮮とか、札幌だったらジンギスカンとか、地方とかによるかなって感じ。札幌は味噌ラーメン、旭川は醤油、函館は塩ラーメン。ラッキーピエロは絶対に人生で一回は行った方がいいと思います。マジで美味しい。なんか帰りたくなっちゃう、北海道の話してたら。すぐ帰りたくなっちゃうんだから。小樽もね、素敵よ。大沼のね、私が好きな焼肉屋さん、ジンギスカン屋さんがあるんですよ。ちっちゃい頃におじいちゃんとおばあちゃんとお水を汲みに大沼に行った時にいつも寄ってくれる、焼肉なのかな、ジンギスカンの屋さんがあるんですけど、名前が分かんなくて。めちゃくちゃ美味しいの、そこのお肉が。水汲みに行くんですよ。大沼の湧き水があって、湧き水を汲みに。クリスタムしかと思ったらゴミ。さっき自分で蒸したやつやん。ちょっといつかおばあちゃんに聞いて行ってみます。また潰れてなかったら。昔話じゃないよ、あの、言っとくけど。美味しいんですよ、湧き水すごく。水道水を飲んだことがない、だから私はペットボトルの水か大沼の湧き水でもね。今ね、お金かかっちゃうんですよね。前までは無料で湧き水汲めたんですけど、飲めないわけじゃないけど飲んだことがない。水道水飲もうと思えば飲めるけど、多分飲んだことはないです。またこれなんか批判くるやつだ。あ、やめて。今はペットボトルのお水です。
ラッキーピエロはね、いろんなメニューあるよ。函館はラッキーピエロがあるからファミレスがないんです。全然みんなラッキーピエロで済ませちゃうから、ハンバーガーとかハンバーグもあるし、焼きそばもあるし、オムライスもあるし、あと唐揚げ丼みたいなチャイニーズチキン弁当っていうのがあったりとか、ピザもあるし、ラーメンもあるし、いろいろあるんですよ。だからみんな食べ物が、食べたいものがバラバラだった時にラッキーピエロに行けば解決。一番人気はチャイニーズチキンバーガーです。私のおすすめはカレーか、チャイニーズチキンカレーか、チャイニーズチキンバーガーか、焼きそばか、ソース焼きそばか、チャイニーズチキン弁当か、あと絶対飲んでほしいのはラッキーピエロのシェイクです。あとね、フランクフルトも美味しいよ。大人数で行って、あ、店舗によってそうメニューが違う。だからこっちの店舗はこれがあるけど、こっちの店舗はこれがないとか多いんです。だから大人数で行ってシェアするといいと思います。観光で行く場合は。シスコライスはラッキーピエロじゃなくて、ラッキーピエロじゃないんですけど、シスコライスはね、私が知ってるのは1店舗だけなんですよ。500円ぐらいだったかな、高校生の時。500円、めちゃくちゃ安かった気がする。シスコライスも美味しいです、とても。それはカルフォルニアベイビーっていうお店です。スープカレーも有名だよ。カンタロウも美味しい。函館絶対ね楽しいよ、食べるのは。でもね、胃が足りないってなると思う。北海道ね、でもね、冬、雪見た人は冬に行くのもいいんだけどね、吹雪がね吹いたらね動けないから、身動き取れないから、あのね、春がおすすめです。私はゴールデンウィークとか、そしたら五稜郭公園の桜がとっても綺麗だから、春すごいいいと思う。こっちがめちゃくちゃ暑い時期に、宮川さん、熊ありがとう。あの北海道に行くと5月とかだとまだ肌寒いくらいだから、ぜひ寒いところに行きたいときは5月とか北海道に逃げてきてください。桜が咲いてます。むしろ5月にならないと桜は咲かないです。5月、ゴールデンウィークって4月後半か。11月は寒いよ、もう雪降るからね。初雪が11月とかです。10月のファンミは上着はあった方がいいかもしれない。でもどうなんだろう、今地球をなんか進んでるからどうなんだろうね、分かんないけど。5月頭か、それぐらいがねおすすめです。函館行くなら五稜郭公園の桜をぜひ見てほしい。上から見る、五稜郭タワーに登って上から見るのもすっごく綺麗だし、五稜郭公園を散歩するのもすごく綺麗。冬もおすすめだよ。でも今北海道も20度切ったりしてるみたいです。切ったり20度だったり、もう寒くなり始めてます。ファンミーティングは上着を持っていきましょう。雪虫そろそろかな。雪虫ね、めちゃくちゃねあれなんですよ。
部活とかでね、口に入ってくるんですよね、雪虫って。やっぱり埼玉にも雪虫いる。やっぱり私ね、どっかで雪虫一回見たんですよ、関東。いやでもそれは東京だった気がする。あのね、雪虫見たんですよね、去年。関東もいるんだって思ったんだけど、いるよね、やっぱり。いるよ、雪虫ちゃんと。雪虫っていうのはアブラムシが北海道にある木の幹のなんかやつを後ろにつけるんです。白い綿みたいなやつが雪に見えるから雪虫っていう。だから本当はアブラムシが北海道にしかない木の綿をつけるから雪虫に変化してるだけ。昔はね、ちょっとそんなに今ほど大量発生したことしてなかったから、すっごい綺麗だな、可愛いなぐらいだったんですけど、今はもう大量発生しすぎてて気持ち悪いになっちゃった。ちょっとだけこうソホタルみたいに少ない量がいればめっちゃ可愛いんですよね、雪虫って。そう、制服つくと白くなる。ドライブ企画また見てね、やるからね。同じ日本にいるのにこんなにさ知らないことがあるってすごいよね。私も関東のこと全然知らないし、知らないんですよね、関東の。まだ行ったことない、目黒とかも全然行ったことないし、あっちの方行ったことない地域ばっかり、関東、東京でも。一番行きたいのはなんだっけ、あの海外みたいな名前のとこ、なんだったっけ、なんだったっけ、なんだっけ、自由が丘、自由が丘に今行き、自由が丘のカフェに行ってみたい。おしゃれな女になりたいです。お腹鳴った。ね、東京行ったことない町いっぱいだから。代官山？ね、おしゃれな町でしょ。代官山も行ってみたい。吉祥寺読めるよ。読めるよ。島崎遥さんが代官山コーデしてたの覚えてる。めちゃくちゃ可愛かったんだよね、あの時のコーデ。カフェ店員みたいな、あのお洋服が大好きすぎて、ああいう衣装欲しいです。私覚えてる、何のバラエティ番組だったっけあれ。めっちゃ何個もある中の一番目通じるかな。代官山コーデしてる、AKB ゴかのファッション対決みたいなやつでやってた島崎遥さんの代官山コーデ、マジで可愛い。今でも私ああいう服大好きだから、ああいう服したいんですよね。でも全然今売ってない。そう、カフェ店員コーデめっちゃ可愛い、本当に可愛い。みんな見てほしい、めっちゃ可愛いから、本当に可愛い。でもあれはね、島崎遥さんだからに、ああいう衣装着たい、ああいう衣装が着たいよ。
ぱい話して終わりそう。そろそろ「オブスです今だとコンプラ」コンプラなのかな。でも発祥対決とかやりたいけどね、楽しそうじゃない。だからやっぱりバラエティ番組復活させたいなって思います。みんなが楽しくない？だって若い子もきっと楽しいバラエティだし、しかもそんなにみんな嫌な思いしないじゃないですか。オブスって言われたとしてもまあそこまで深いキスにはならない、みたいな感じじゃん。だからさ、いいなって思います。傷つかないバラエティ大好き虫相撲は大丈夫、あれはもうコンプラですよ本当にあと正直将棋とか楽しそう。58分ライブランキング読みます。いきます。15位みんみんありがとう。14位アニーちゃんありがとう。13位イクバルルネットさんありがとう。12位ユウさんありがとう。11位ヤスさんありがとう。10位クソジジありがとう。9位クリンピーさんありがとう。8位アイジさんありがとう。7位メオカワさんありがとう。6位ゆずきありがとう。5位たけありがとう。4位うるちゃんありがとう。3位パンチョさんありがとう。2位ブルーさんありがとう。1位は闇おじさん熊田はありがとうございました。ということで1時間半かな配信しましたが、久しぶりに皆さんとお話できて楽しかったです。今日も一日お疲れ様でした。ドボンももう後半戦なのでこのままの順位でいければいいなっていう感じなんですけど、ぜひ一緒に頑張りましょう。ドボンもよろしくお願いします。2位3位目指してます、応援してください。ということで皆さん今日もおやすみずみ、今日もおやすみずみ、今日も一日お疲れ様でした。おやすみずみ、バイバーイ、またね。ありがとう。バイバーイ。これね、12時になかなかならないパターンな気がしてきた。チョキチョキ。チョキチョキ。バイバーイ。あっち見て、こっち。ならない。あ、なった。